方に来たいとは思うんですが、伊勢湾の方から今こちらの方に向かってきているということらしいんですが、ちょうど今放送席からは伊勢湾の方角が見えにくいもんですから、いかがでしょうかね、見えますかね皆さんね。あー今すごい、伊勢湾の方角からじゃなくてもうなんかグランプリスクエアの方から来ましたね。すごい低いですね。かなり見て回ってくる小さな頃に、まあ、車を見たりバイクを見たりして、自分がその、まあ、メカニカルな部分に興味を持った、はい、ただ一番興味を持ったのは実は浜松から、はい、なんか自転車でいわゆる極限飛行を見に20キロぐらい自転車乗って飛行場行って、うわもう旋回してるみたいな感じがなんか戦闘機のように、はい、そうですよね。でもやっぱり軽々としたこの軽量な機体と、はい、そして何よりも、ま、本当に羽にあのエンジンがついてるんですね。そうなんですよね。この羽にエンジンがついてるっていうのが実はホンダジェットの売りで、そうですね、これによってホンダの性質というのか、それから燃費性能も良くなって17機、はい、これ小型ジェットの世界一を3年連続振り返ってるんですね。販売ですね。バックオーダーが3年とか言ってましたね。シャッフルにもうオーダーが入ってっていう、いや優雅ですね。なんかあの戦闘機の轟音とともにこのフライバイが来るのもいいんですけど、なんかゆったりと優雅なもので風とともにいい言葉ですね、風とともに、ね、でも忘れちゃいけないのはいいですか皆さん、このホンダジェットの実は、うわー